はい、皆さんこんにちは、ちでございます。サーク2やっていきましょう。いや、よくよく考えたらサーク2ってあの ARPG なんですね。アクティブ RPG、 アクティブロールプレイングゲームなのかな、になるので私自信なくなってきたんですけどね。さあやっていきましょう。さあまたリターン強しちゃいました。さあ医者のね、パズバドラムエさんに会いました。私の父ドルクカナート、ドルクカートについて、私ラトクカートって言うんだ。ドルクカートについて何かご存知ありませんかと。ドルクの息子か。おお、そういえば面影が残っとると。ワンでもお父さんうんたらかんたらありましたよね。お父さん探してたような気がします、ワンでもね。ラトクカートです。父をご存知なんですねと。昔はよく杯を組み交わしたものじゃと。あやつがまた底なしでのうと。それで今どこにと。知らんと。ドルクがこのウェービス国の先の王、サリアスのもとに仕える三剣士の一人であったことは知っておるかと。三剣士と。そうか、聞かされておらんかと。わしもそのウェービスの城で医師をやっておったのが先の王、サリアスの死をきっかけにその三剣士は城を出て行ってのうと。あ、なるほど。先の王、今の王ではなく先の王の死をきっかけに、ということは今の王の、戴冠式でいいのかなを、きっかけに出て行ってのと。その後わしも城を出たが、ドルクとは一度も会っておらん。もう何年になるのか、なるかの。そうか、行方知れずか。ということはこのバスパさんもその、ね、世代が変わるときに出て行っちゃったということですね。武器屋のジークなら何か話してくれるかもしれんがと。ということはさっきもありましたが、武器屋のジークさんのところに行けということですね。いや、でもなんか作り込んでますね。お客さん悪いね、ラム酒ぐらいしかないんだよと。ああ、俺酒飲まないから。それよりさあ、親父さん、ドルクカートって名前聞いたことないかいと。さあ、聞いたことないねと。ありがとうと。いや、なんかラトク君すごく頼りになりそう。でもこれ作り込みすごいですね。そう感じ。あ、2階あるわ。ん？あ、行ったね。あ、しまった。あ、よかったよかった。上がった瞬間に間違えて下押しちゃったんで。船長、レイ、ジェローム、みんなどこへ行っちまったんだと。むにゃむにゃと。あ、この方はスイフなんでしょうかね。みんなどこにっていうことは、船が沈んだかなのかな。沈没したんでしょうかね。曲もなんかね、すごく休まるような曲ですね、これね。私好きですね、この曲。ちなみに、これって、ヒットポイント MP っていうマジックパワーみたいなもんなのかな？モンブって書いてある。モンスって書いてんのか。モンスター？わかんないね。さあ、じゃあ、鍛冶屋に行きましょう。まあ、どこかわかんないですけどね。ここは開かないなと。レイディールは留守だよと、男の人の声で。男の人の声で留守だよってことは、イルスなのかな？まあ、いいや。あ、人がいるね。さっきの人かな？あ、悪いが急いでるからと。ダメなんですね。昔の88のゲームだったら、あれしつこく会話したらなんか進むかもしれないですけどもね。あ、悪いの、あんたもか。ここは開かないなと。お、女性がいます。あ、白の女だ。悪いけど急いでるからごめんなさいと。白の女がいました、ね。じゃああれは上は赤の男なのかな。あんた戦士だね。牧師さんに会っておくれよと。あ、そうなんですね。またあなたも急いでるんでしょ。あ、違うわ。旦那様、これさっき会話した方かな。それとも同じパターンを喋る方かもしれない。あ、ちっちゃい子がいる。早いなぁ。捕まえれないわ、これ。走れない？あ、おい、ちょっと待ってね。おぉ、すごい。もういいや、諦めよう。ここは武器屋かと。こんにちはと。なんかいかにもっていう90年代のような感じの
あの武器屋さん、90年代の感じの武器屋さんという言い方も変ですけど、なんかそんな感じしますね。なんだ、外からの客が珍しいなと。この辺り様子が変ですね。随分静かな街だけど、外は外でモンスターがうようよしてるし、あ、そうなんですね。モンスターとまだ戦ってなかったような気がしますが、あ、1年前までは結構栄えた街だったんだがなと。お、兄ちゃん大した装備じゃねえかと。東方の技術が入ってるみてえだな。へえ、かなりのもんだと。けど相当くたびれてるなと。ちゃんと手入れしてねえだろうと。まあそれはワン解いてますからね。ワンを解いてるのですごいいい武器装備だと思いますよ。ははーと。どうだい、その装備意識俺にしばらく預けないか。ただで今まで以上のものに仕上げてる。お、ただと高いものはないですけど、まあイエスにしときましょう。そうだな、頼もうかなと。そうか、よし、久々に腕を振るうぜと。丸腰ってのもなんだな、うちで一番安いものだが意識持ってきな。ああ来た、これはこの古い装備で外出されるんだ。リセットだ。あ、助かります。助からないわ。お、俺に何、あ、お、他に何か買うかと。いや、見せてましょう。ん？天気がめちゃくちゃ重い。これは何かあんだろうね。天気すっごい重い。この辺りでドルコカートという人物を見たという噂を聞いたんですが、何かご存知ありませんかと。あ、顔色が変わったのかな。ドルコカートと。何か知っているんですか、教えてください。ドルクは父は生きてるんですねと。ラトク君うろたえちゃったんですね。あの、自分が子供というような感じでね、他人事に喋ってるような感じでここで父って言ってしまってるんですね。え、いや知らんぞそんなやつはと。本当に知らないんですかと。嘘じゃない、俺は何も知らんと。これはまあ何かあるんでしょうね。見せてましょう。またなと。さあ、じゃあ装備変えたので、この重いエクイプメントを見ましょうか。スモールシールド。あ、もう装備変わってるんだわ。グラディウス、レザーアーマー、スモールシールド。あ、ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。ほい。ちなみに、じゃあ前回どうだったのと。見てみましょうか。はい、ここで、実はね、戻すとここに来るんで、はい、ちょっと飛ばしましょうね。じゃあ、ここで、元は何だったのか。おお、グレートソード、プレートメール、ナイトシールド。これ、リセット入れられちゃったんだ。ということは、ステータスもめちゃくちゃ変わるのかい。ちなみに、1000、あ、これライフと MP だか関係ないか。ストレングス300、300、あれ300、300、ソード300、そんなんなんだね。さあ見てみましょう。これやり方間違えて上書きしちゃうからね、慎重にやらないと。はい、これは今です。グラディウス、レザー、マスモルシールですね。で、ステータス見てみましょう。変わんない。変わってない。プラス補正も全然入ってませんでしたからね。あ、カルマがある。これまたカルマあるの。ザナドゥとかみたいに前回カルマってなかったと思うんですけど、今回そういうことなんですね。ちょっと待って、あ、イグジット押さないといけないのか。このね、 Z キーがね、キャンセルと決定とキャンセル兼ねてますね。 X キーは決定だけなんですけど兼ねてるんですね。で、これはどこ。ここは開かないなと。これ何もないんだね。あ、そうだ、ジャンプがあったんだ。あ、今回2段ジャンプあるんだ。今2段ジャンプしたでしょ。ほら、今ちょっと下ですよね。下ですよねっていうのも変ですけど、あ、男の子いたんだけどね。まあ男の子諦めましょう。あ、開いたね。ああ、これあれか、病院か。違うわ。え、なんだよね、君は勝手に上がり込んでと。すみません、つい声をかけ忘れて。私は旅の途中この町に立ち寄ったものでラトコカートと申します。ほう、冒険者ですか。私はこの町の町長をしておりますセストアリーナです。外から来られたわけですな。よくあのモンスターどもにやられませんなんだなと。ごめんなさい、勝手に笑っちゃって。いや、私ね、結構このよく会話ではしないんですけど、コメントの返しでね、
あの知らないことを教えられたら知りませなんだって私よく言うんで、これ使わない方がいいのかなとか思ってたんですけど、あのなんか他人が言ってるのを見た時に今見てね、あ、よかったと思ってちょっと安心しました。やられませなんだなと、うん。はて、ラトコカートと申し上げましたな、どこかで聞いたようなと。この辺りで父に出会った人がいるという噂を聞いたのですが、何かご存知ありませんか。父の名はドルコカートと言います。カートというお名前、昔聞いたような気がしますが、今この町にはおりませんなと。おりませぬなって言うかなと思いましたがね。そうですかと。あの知りませんなんだみたいな感じで言ってはったんでね。うん、あなたならばひょっとすると、うん、もう教会には行かれましたかと。ぜひ牧師さんにお会いください。あなたならば力になっていただけるかもしれないと。失礼しますと。町広いですね。牧師さん。でもこれは病院だよね。あ、これ病院だったよね。ここは医者の家かと。ああ、言ってるんで。ここは開かないな。教会に行ってこいと。あ、道具屋か。ちょっと道具屋も覗きましょうか。こんにちはと。なんか新しいですね。あの入ってから会話始めなくて、まず挨拶みたいなのね、一発目かますっていうのが画面切り替わる前にね。いらっしゃいませ、道具屋の娘。わー、なんかすごい子出てきた。あのドルコカートって人を知りませんかと。さあ存じませんがと。そうですか、ここは平和ないい町ですねと。いえ、この町もこの1年で随分寂れてしまって、私の父もこの町を出たがっているのです。そういえば森にも凶暴な魔物がいましたよと。森だけじゃないんです。谷も山も海もこの町だけはあの方のおかげで。あの方ってと。あ、お客様何かお求めでしたね。何にいたしましょう。うわー、しらちらしいなこれ。あの方の話だけど、あ、お客様何がよろしいですか。もうこれわざとだ。何か売ってんのかな。あ、パン売ってんだね。これは薬か。はい、これはギミルポーションです。体力回復の速攻剤ですね。副作用ありませんがご安心ください。おいくら。高い。え、何ここ、すごいインフレなの。ポーションなんで50ゴールドぐらいかなと思ってたのに。これはガントレットです。両腕に装着することによって攻撃力を、あ、攻撃力高める方なのね、ガントレットって。15,000ゴールド。ちょっと待って、ここインフレ起こってるわ。すごい高い。これはプロテクションリングです。指にはめることにより防御力を高めることができます。お値段は23,000ゴールドですが、いかが。あ、無理です無理です。ありがとう。店を出るよと。すごい天気重い。ちょっと待ってね。ということはエクイプメントで私指をはめてんの。はめてないよね。ということは、あ、アイテムでこれをしとけばいいのか。私今この子やってるんですけど、ドラゴンの指はこっちに切り替えた方がいいのかな。あ、間違えちゃった、ごめんなさい。キャンセルとあれが一緒なんですわ。で、怪我をしています。おお、怪我してると、ああ、いや今パン使ってるんだよね。他なんかの木使うのかな。そんな感じの素振りは全く見受けられませんが、あ、これ斜めいけるんだ、分かんなかった。他なんのあれもないね。うん、なんもないですよ。あ、うん、ブレイクはあのポーズになってますね。うん、うん、まあいいです。じゃあちょっと行きましょうか。あ、いやいやいや、教会だ、教会、教会行かないと。教会どこにあるんだい。これはダメでしょう。あ、ビンゴ、ドンピシャだ。お、なんか物苦しい雰囲気だね。ようこそ東京会へ。私はマジックポイントの回復の役割を受けたまわっておりますと。お困りの際にはまたいつでも東京会においでください。ああ、いいね。てか私魔法となれんの。ようこそ東京会へ。私はカルマの浄化の役割を受けたまわっておりますと。おお、カルマの浄化ということは今回は
ウィザードリー形式なのか、あ、ウィザードリーじゃない、ごめんなさい、ザナド形式なのか、カルマが上がるとダメだと。まあ、カルマって5でしたっけね。ロマンシアはカルマが上がらないとダメなんでしたよね。はい。おお。魔法って持ってんのかな、持ってないよね。はい、なんでしょうと。あ、牧師さんなので、ね、神父さんと牧師さんで、どちらかがカトリックで、どちらかがプロテスタントなんですよね。そんなのを聞きました。ようこそ東京会へ、旅の方、私に、いや、何か私にできることがありますかと。この辺りでドルクカートという人物を見たという噂を聞いたのですが、何かご存知ありませんかと。ドルクカートさん、はて、どこかで聞いたようなと。ドルクは私の父なのです。あなたのお名前はと。ラトクカードと申しますと。ほう、これはこれは、かのバドゥを倒したと噂に聞くあの勇士殿でしょ。おお、有名なんだ私。残念ですが、私は勇士殿のお父上のことは存じませんと。この町も今は、このようなありさまですが、1年前まではとても活気にあふれた町でした。町を訪れる旅の方も多く、とても全ての方とお話しすることはできませんでしたから。そうですかと。あの、誠にぶしつけなことで申し訳ないのですが、この町を勇士殿のお力で救ってはいただけませんか。おお、クエスト来たね。はあと。いや、突然で申し訳ありません。ご覧の通り、この町は常に魔物どもの襲撃に怯えていなければならないありさまで、特に東のボローズの森などは、ここ数十年なりを潜めていた魔物どもが再び暴れ出しました。私が通ってきた森ですね。森の民であるシャナですらも、おいそれとは歩けのほどなのと。あ、彼女森の民なのか。せめてその森の魔物だけでも倒していただけませんか。あ、いいですよ。どうせノーにしたら、ジュングルジュングル堂々巡りになるでしょ。わかりました。引き受けましょうと。ありがとうございます。お礼はさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしますと。あ、失礼しますと。あ、クエスト受けましたね。じゃあね、ちょっといい時間なので、この辺で終わっておきましょうか。88の、何でしたっけ？サーク2ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。